はい、どうも皆さんこんにちは、アミタです。大相撲1月場所の十両優勝といえば朝乃山14勝1敗でしたよね。まあ、全勝優勝はならなかったんですが、14勝1敗ということで、まあ、来場所幕内復帰濃厚かなと思いつつ、実は結構怪しいというのが、まあ、今の相撲ファンの中での話題の一つだと思います。というのも僕の動画で何回も言っているので、詳細は過去の動画をチェックしてほしいんですけども、朝乃山とね、幕内昇進を争っているのが東の十両2枚目の北青鵬ということで、まあ、彼がね9勝6敗となかなかいい成績を上げています。それに対して朝乃山14勝1敗、千秋楽ではこの2人が直接対決して朝乃山が完勝したので、まあそういう意味でも朝乃山なのかなと思いつつも、保守的には北青鵬の方が有利だったりみたいな感じで、まあ朝乃山もしかしたら東の十両筆頭とかにね留められてしまう可能性も十分にありそうというのが、まあ今の話になっています。まあ、ネット上でも朝乃山幕内上げろ派と保守的には十両筆頭だろ派で、結構バトルが繰り広げられている、そんな印象ですね。今日はね、もし朝乃山が来場所も十両に据え置かれてしまった場合、これについての話なんですけども、この場合とんでもないことが十両で起こることとなってしまいます。多分ね史上唯一だと思いますね。チャンネル登録よろしく。それが何かというと、十両に来場所幕内優勝経験者がなんと4人もいるという、そういう事態にねなってしまうわけなんですよ。これがどういうことかというと、まず朝乃山が十両に残った場合、朝乃山はもちろん優勝経験者ですから1人としますよね。朝乃山の優勝は2019年の5月場所でしたね。前頭8枚目で12勝3敗で優勝しました。まあ、これが1人目と。そして2人目ですが、来場所最重量で上がってくる朝乃山の大学の先輩でもある徳勝龍さん。この方もね、優勝経験者でしたね。まあ僕の中では結構まだ記憶に新しいんですけども、2020年の1月場所。幕尻での奇跡の優勝と、まあフィーバーしましたよね。この人が2人目となってきます。この時の優勝もね、なんか本当ね、インタビューも含めて記憶にすごく新しいですよね。コロナパンデミック直前の場所だったということで、非常に盛り上がりました。そして3人目なんですけども、これがね、幕内から来場所落ちてくる元大関の栃ノ心さんですよね。まあ、栃ノ心さん、先場所は5日目から休場、2勝3敗10休ということで、まあ、元大関経験者が十両まで落ちてきてしまうと、まあ、そんな感じとなっています。栃ノ心さんの優勝は2018年の1月場所、前頭3枚目の地位で14勝1敗で優勝しました。もうね、5年近く6年近く前なんですよね。まあ、一番過去に優勝したのこの経験者が栃ノ心さんなんですけども、まあ、この方もね、まあ、先場所は怪我で休場しましたけども、相変わらずの怪力は健在ということで、まあちょっとで、ね、十両来場所出れるのかわからないですけども、まあ、出てきたらちょっとね楽しみですよね。そして最後4人目が先場所全休した逸ノ城ですよね。まあいろいろと問題というかね、話題にも上がった逸ノ城なんですけども、逸ノ城が一番最近優勝しましたね。記憶に新しい、昨年の7月場所12勝3敗で優勝しています。まあ逸ノ城といえばね、まあ土俵の外で結構あの話題をさらっていった力士でもありますね、年末とか。まあ、おかみさん親方とのちょっとこうね関係がみたいな話もあり、そしてその後それが解決したかと思いきや、なんかコロナ禍、3年前近くのコロナ禍の外出禁止期間にちょっとどうしても我慢できなくなってモンゴル料理屋行ったことがなんかね、なんか罰せられてというか、先場所出場停止になりましたね。
なので今挙げた朝乃山、徳勝龍、栃ノ心、逸ノ城、この4人がもし朝乃山がね十両筆頭に据え置かれた場合、十両の土俵で戦うことになると、まあそういうわけなんですよね。はい、まあ、もし朝乃山が上がったとしても幕内け優勝経験者が3人いるっていうのはね、結構前代未聞なんじゃないかなと思いますね。特に4人なんて、まあ、こんなデータがどこにあるのかわからないんですけども、まあ、詳しい人調べてほしいんですけども、こんなの過去にあったんでしょうかね。幕内優勝経験者が4人、しかも大関経験者が2人いるというね、いやー恐ろしいですよね。さらに来場所の十両といえば、先場所幕下でデビューしていきなり優勝した落合もいるということで、この幕内優勝経験者4人プラス令和の怪物落合がいると、これがね来場所の十両なんですよね。そう考えたら来場所の十両めちゃくちゃ熱くないですか。まあ、さらに先場所ね、新十両の場所で12勝3敗と、まあ、躍進した湘南の海がねいたりとか、まあ、熱海富士がねいたりとか、もうそのベテランの強い優勝経験者と若手のね生きのいい人たちのぶつかり合いみたいな感じで、十両っていうのがね本当に来場所はね楽しみになりますね。もし朝乃山が幕内に行ったとしてもの話ですけどね。はい、まあ特に気になるのは十両で朝乃山が残った場合、それはそれですごく残念だし、僕個人としてはやっぱ幕内に上がってほしいんです。北青鵬も上がってほしい。だけども残った場合 VS 落合っていうのがね、そういう楽しみ方もあるわけですよ。落合からしたらね、いきなり元大関朝乃山戦があったり、栃ノ心戦があったり、上空の先輩でもある優勝経験者逸ノ城、逸ノ城なんて別に怪我して落ちてきたわけじゃないですから、3場所前のね幕内優勝経験者がいたりとか、まあ、あとは徳勝龍さんいたりとかね、なんかいきなりなんか本当に、ね、楽しみな取り組みばっかりですよね。まあちょっとこの辺りはね2月26だったかな27だったかな、番付発表を待たないとどうにもわからないんですけども、まあ、どう転んだとしても来場所の十両が楽しめる、これが大事なことですね。来場所の優勝予想をね、今からするとちょっと難しいけど、さすがに朝乃山残ってたら朝乃山だと思いますね、さすがに、うん、ただ朝乃山ももし十両残ったとしたら、逸ノ城がいたり栃ノ心がいたり、まあ、こういう朝乃山の苦手な体の大きな四つ相撲を組んでくるタイプがいるので、今場所ほどねなかなかトントンとね星は伸ばせないような気がするんですよね。まあ、幕内力士を当てられることもあるし、十両の上位だったら、まあ、そういう意味でも来場所の十両っていうのはかなり混戦になるんじゃないかなと思ってますね、うん。まあ、ベストとしてはね朝乃山幕内に上がってくれて、来場所貴景勝と2人で優勝決定戦をするという、まあ、僕のね、シナリオがベストシナリオがあるんですけども、はい、ということで今日は来場所の十両が幕内優勝経験者がなんと4人もいるかもしれないというね話、そしてそうなったとしてもならなかったとしても3月場所楽しみだよねという話でした。はい、このチャンネルでは相撲に関するありとあらゆる動画出しているので、よかったらコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということで終わり、アディオス。